はい、今回は松本清張の天下の兄弟というタイトルの小説を紹介したいと思います。これはこの影の車の中に入っている小説で第2話目に当たります。全部で7話までありますので、順番に紹介していきたいと思います。でこの話はですね、東京のある高級住宅街の一角、そこにいつも目立って道を歩く男がいましたというところから始まるんですね。でその男の年齢は50近いですが、スラッとして目鼻立ちの整った人です。若い時は佐渡美男子だったというもっぱらの評判ですね。でその男の名前は生駒斎次郎といって、銀行に勤めていました。この生駒家には他に60代の上品な老婆が住んでいました。まあここでこの時代の50代60代というのは、もう老人みたいな扱いになっていますが、今はそんなことじゃないので、プラス20歳ほどにして考えた方がいいかもわかりません。でこの人はその今の60代の上品な老婆ですね、この人は斎次郎の姉で、名前は桃代と言いました。この姉もまた若い頃は綺麗だっただろうと思わせる、そういう雰囲気がありました。実はこの家にはもう一人老婆がいました。57歳で、斎次郎は彼女のことをお姉さんと呼んでいました。この人は斎次郎の亡くなった兄の妻でした。姉と自分との間の兄ですね。名前はお染といって、要望は桃代と比べるとかなり劣っていてですね、桃代はお染のことを、うちの嫁は行儀が悪いといつも人に話しているんですね。で斎次郎はずっと独身で、毎日真面目に会社に行き、自宅へ向かう坂道を歩くのでした。で家の炊事はすべてお染がしています。さらにお手伝いさんで村上光子という人がいました。でこの家ではですね、姉の桃代が絶対的権力を持っていて、独裁的に振る舞っているんですね。まあこういう環境の中で、ここから事件が始まります。斎次郎はある日、銀行を出てから神奈川県の上里というところにいる知人の家に遊びに行きました。そして午後7時20分、郵便局から電報を打ちます。上里局ですね、そこから電報を打って、今夜橋村君を迎え10時に帰るというものなんですね。それから9時40分に新宿駅へ戻って、その橋村君を迎えて、今夜は泊まろうぞ、自分の家に来いということで誘って一緒に家に帰ります。そこで家に着くと、家が荒らされていることが分かったんですね。着物があちらこちらに散らばってですね、どうも泥棒が入ったような感じであると。それですぐに警察に連絡をして、警官が何人も来てですね、いろいろ調べた結果、庭の土の中に姉の桃代の死体が埋められていたということが分かったんですね。で斎次郎が打った電報を桃代が聞いたのは9時10分でした。これは局員がしわがれた声を聞いているし、残されたその桃代のメモ書きですね、その筆跡が桃代に間違いないので、それは確かだろうということなんですね。で死体の解剖の結果、死亡推定時刻は9時前後でした。で桃代はその電報を受けたのが9時10分ですから、その9時10分には生きていたということが分かります。最初はお染が疑われました。彼女は当日眠っていたので分からないと言いましたが、これほどの凶行が行われていて、たとえ部屋が離れていたとしても気がつかないはずはないということなんですね。さらに着物が投げ捨てられていたりしていて、これは恨みによるものだと警察は判断していたんですけども、日頃から二人は仲が悪く、生前の桃代はお染から毒殺されるということを近所の人に話していたんですね。まあこういうこともあって、お染が疑われていたんですけども、いろいろと調べていくと、お染にはやはり恨みがあったけども殺していないということが分かったんですね。次に警察は斎次郎を疑いました。しかし彼にはアリバイがありました。桃代が9時10分に電報を受け取ったのは、局員が電話でその声を聞いていますし、メモが何よりもの証拠になっています。斎次郎は9時40分には新宿で橋村を迎えていて、30分での
犯行は到底不可能なんですね。ところがここで新たなことが分かりました。犯行は20日なんですけども、その前日の19日の夜、お染は西次郎から映画に行くようにと言われたんですね。でおまけに小遣いまで渡されているんです。で映画に見に行ったわけなんですけども、その夜は家には桃代だけだったんですね。でそういうことを聞きまして、警察はいろいろと推理をして、結局西次郎のアリバイを崩していくんですね。でやはり19日が怪しいということで、桃代が電報のメモをしたのは20日ではなく19日だったんですね。西次郎は19日に電報のふりをして家に自分から電話をかけるんですね。で同じ文面を読み上げてメモしてくれということを言ってですね、で桃代はてっきり電報だと思ってその内容をメモしたということなんですね。でその後で西次郎は家に帰ってそのメモをこっそり自分のものにしておくんですね。で20日の夜、強行に及んで昨日のメモをそのまま置いておくんですね。そうするとそれが証拠になりますから。で9時10分に、電報局から電話があると、自分から電話に出てですね、でしわがれた声で、返事をするんですね。すると電報局の人は あたかも桃代さんのおばあさんが出てしわがれた声だったというふうな印象を受けるんですね。でそれでうまく騙したわけなんです。そうしてその後友達を迎えに行って、家に戻ってきて、警察を呼んだということなんですね。でついに西次郎は警察に捕まりました。で動機は姉からいつも結婚の邪魔をされていたということで、最近自分に愛人ができてですね、結婚しようと思っていたけども姉が邪魔になったということで殺したという話でした。ということで、この小説はここで終わりになります。ではまた次回、影の車第4話を紹介したいと思います。